こんんにちちは、キンちゃ BBH と申します今回は「多分バイオ関連」「注目銘柄ホニャララバイオ株価どうなる」といった内容で情報発信をしていきたいと思います。えー、昨日はですねネタ切れというわけではなかったんですけれども、まあ、どうしてもですねあのテクニカル分析をするモチベーションが湧かなかったんですよね。 で昨日につきましては、まあ、情報商材に関するです、ね、お話をしたんですけれどもでなんでですね、突然、昨日ですね、あの情報商材の話をしたかと言いますと一応ですね、この動画でまさにですね、再現性を証明し続けているこのロジックをですね まあ文章で起こして、えー、PDF 化したりする作業と、あとですね、MT4 という、ね、プラットフォームがあるんですが、まあ、それにですね、あのインジケーターとしてあの目標値を、ね、アウトプットする、あのーまあ、ツールをですね、今開発している状況であります。まあ、このね、k i n g c チャンネルの視聴者の方はですね、よく、まあ、分かっていただいていると思いますし、あるいはですね、昔私が自衛官になった頃の私のことをよく知っている人なんかはよくね、えーまあ、分かるとは思うんですけども、 まあ私については、まあ、私の、ねえー、性格からですけども、あのー、レビューとか、ね、そういったものに関しては、まあ、一切ねインチキしないので、まあ、その辺りはですね安心して、まあ、レビューをです、ね、しっかりと参考にしていただければなというふうに思います、まあ、その中でですね例えば自分の手法に合っているとかね、えー、自分の足りないパーツはここだって思われた場合に、まあ、買っていただければですねう、えー、しいと思います、えー、本動画をご視聴される上での注意事項になります ご確認ください本動画の構成について簡単にご説明いたしますまず銘柄分析でファンダメンタルズとテクニカル分析を実施した後その流れでトレードシナリオに入っていきます銘柄分析の分析内容を基盤にトレードシナリオを組み立てていきますのでトレードシナリオに対して正しく理解していただくためにも最後までご視聴いただければと思いますそれでは早速銘柄分析から入っていきましょう まずは、ファンダメンタルズから確認をしていきます。コスモバイオは、時価総額82.9億円の対策銘柄で、特色といたしまして、バイオ専門商社、研究用試薬や実験機器などを販売、大学向けに強み、であります。また、不動株物質につきましては 33.、33.8%であります。 え私もです、ねあのー、今日まで気づかなかったんですけどコスモバイオってです、ね、今までずっとあの完璧なバイオ関連メーカーだと思ってたんですけどこれを見るとですね、あのー、バイオ専門商社ということで氷、まあ、ですよね氷、えー、業をやっているという、ね、感じなんです卸売業というのがあるんですけど、まあ、そんな感じなんですよねで一応、あのー、見る限りは、まあ、バイオにしてはです、ねえー、珍しくあの黒字なんだなと思ってたら氷、まあ、業だということで、まあ、納得したという、ねえー、状況であります。 まあここでですね、えー、目を引くのは、まあ、今朝についてはです、ねえー、2月14日に行われたということで、まあ、あのその決算内容が良かったということで、今日きょうはです、ねあのー、250円の、ね、大幅あ、ね、上昇を、ね、しているという、ね、状況であります。 まあ一応ですね、えー、ボストの場合につきましては、まあ、退職場合なんですよねで。気をつけなきゃいけないのは、時、ま、価、あ、総額がですね、82.9億円。まあ、あの不動株率はね、結構多いんですけど、82.9億円ということで、まあ、小型株なので、ですね、買、え、い、ー、折りするときには、まあ、かなりですね、えー、気を使ってやらないと危険な株なのかなという認識であります。ファンダメンタルズにつきましては以上になります。それでは、テクニカル分析に入っていきます。現在、ご覧のチャートは、 2020年2月17日現在のコスモバイオのシュワシャットになります。まずは RSI から確認をしていきましょう。RSI につきましては現在ですね93.44%ということで変わりすぎ水準を大きくね超えてきている状況であります。で過わりすぎ水準にね到達してきたからまあコスモバイオにつきましてはあのそろそろね下げてくるのかと言いますとまあ過去のね RSI を見る限りは まあこういう状況なんですよね。まずここはまあ下げてきたんですが、ここについてはですね、上げてきて、ここについては上げてきて、ここについては上げてきてですね、えー、ここでやっとね下げてきてるということで、えー、コストの前につきましては、ですねあんまり RSI のね、変わらすぎ水準は、そこまで当てならないというかですね、逆に変わらすぎ水準到達がですね、えー、上昇の合図になっている、ねえー、状況なのが確認できるかと思います。なので、えー、まあ変わらすぎ水準にね、えー、到達したからといって、 えー、売るのはね。ちょっと危険なのかなと分析をしております。rsi の分析については以上になります。続いて信用残の分析に入っていきます。信用団につきましては、赤いラインが信用改ざん黄色いラインが信用利算というね。表になっているんですが、赤いラインの信用改ざんの方にですね、えー、注目をしていきますと、過去のね、えー、水準と比較をすると、まあ、このね、えー、白いハ者のラインになるんですが。まあ、あのー、まあ。 改ざんにつきましては、まあ、高水準の位置にあるのかなと分析をしております。また、時価総額で、ね、換算で見ていきます。と、あのー、まあ、あのその前につきましてはまあ、時価総額がですね。約83億円でそのうちのですね不動株がま28億円で改ざんのね。総額が。 まあ二十一万二千五百株ということでまあ二点九億円なんですよね。なので時価スワップのベースで見るとまあそこまでね買い算については溜まってない状況なんですけどもまあやっぱりですねえっ、ー、とある程度買い材が溜まってくると落ちてくる傾向があるので、えー、この買い算についてはですね、えー、注意をしなければいけないのかなと分析をしております。信用座の分析については以上になります。続いてメインチャートの分析に入っていきます。まずは左下の判例にありますようにサポートと レジスタンスについてチャート上に描画していきますサポートにつきましては1000円、1250円、1350円付近にレジスタンスにつきましては1500円付近に存在していると分析をしておりますサポートとレジスタンスの分析については以上になります続いてチャートの詳細な分析に入っていきます えー、コスモバイオのですね、えー、シュワシュチャートを引きで見ていきますと現在、ですね、えーまあ、黄色いゾーンのもみ合いのところで、えー、揉み合っていたのがですね、上抜けしてきているのが確認できるかと思います。でこのね、も、えー、み合いの目標値をですね、アウトプットしていきますと、まあ、大体です、ねえー、このもみ合いというのは、まあ、中間地点に現れるんですよね。 えー、ということで、まあ、中間地点を、ね、見積もっていきますと、まあ、このね、ひの部分がこの換算いたしますと、大体ですね、この赤い矢印分が、あのこのね、えー、ブレークした上の方にね、換算されるということで、えー、見ていきますと、ちょうどですね、今現在、ですね、あのーまあ、ぴったりのところまで,で上昇したというのがね、えー、確認できるかと思います。 まあ、ということでですね、えー、これで何が言えるのかと言いますとこの、ねえー、黄色いゾーンのもみ合いの、ね、エネルギーにつきましてはその上昇分、ねえー、上昇したということで、えー、エネルギーがですね、でになくなっているのではないのかなと、ねえー、言えるのかと思います。まあ、ということでですね、えー、ここから、まあ、何が、ね、起こるのかイメージしていきますとおそらくなんですが、あのエネルギーが切れて1250円を、ね、切ってくる可能性もあるんです。よね。なので切ら 切らせるのか、まああのー、切らずに残るのかわからないんですがおそらく1400円から1250円の間でも、えーまあ、み合いが、ね、発生するのではないのかなというイメージを持っております、まあ、この、ねえー、青いゾーンのもみ合いというのはズバリ言えばですね、えー、買い方と売り方のです、ねえーまあ、合戦というかねバを抜きなんですよねで、えー、この後の、ねえー、展開を予想していきますと一応ですね この節目のねラインにつきましてはまあ250円ごとですね動いてきてるんですよね。というのはまああの過去、このポイントを見ていきますと734円ということで約ね750円なんですね750円から1000円のラインで攻防があってこれを上抜けたら1250円ですよね。で1250円のラインまだねこれね分からないんですが上抜けたと確定した場合についてはおそらくなんですが1500円付近まで伸びてくるのではないのかなというねイメージを持っております。 で今のところですね、この青いゾーンにつきましては、イメージ的なんですけれども、イメージでは1250円から1400円の間で揉み合ってくるのではないのかなというところでもしね、この揉み合いを今度は下抜けした場合ですね、下抜けした場合については、このね、価格帯別できたから厚いゾーンですよね、これが1100円なんですけども、1100円のゾーンと、まあ、例えばですね、1250円から1400円ということで、150円の幅がありますよね。なので、1250円から150円を減らした で今度はです、ねあのー、下抜けした場合です、ね、この揉み合いを下抜けした場合のイメージなんですけども今ね、ね、えー、これは予想なんですけどもおそらくですけども、1250円から1400円の間で揉み合ってくるのではないのかなというね、イメージを持っております。で、えー、その場合につきましてはだいいたですね、えー、揉み合いのゾーンが150円の、ねえー、揉み合いのゾーンになりますの、ね、で今あ、ここですね、価格帯別できなかっ厚いゾーンにつきましては1100円付近にあるんですよ。で、 おそらく、まあ、このね、もみ合いを下抜けブレイクした場合、あるいはね、1250円を割ってきた場合につきましては、当初、おそらく1100円あたりまで落ちてくんではないのかなというね、イメージを持っております。で、すみません、あとね、もう一個ですね、このね、もみ合いのレンジ150円の、ね、考え方でいきますと、ここですね、1000円からあの1500円までですね、100円しかないんですよね。ということで、このね、もみ合いを上抜けブレイクした場合については、 もしかしたらね、えー、1500円から、まあ、1550円あたりまで取れてくるんではないのかな、あるいはね、えー、ここの、ね、価格帯別出来手が薄いので、えー、1600円付近まで伸びてくるんではないのかなという、ね、イメージを持っております。テクニカル分析については以上になります。えー、続いてですね、えー、最後ですね、えー、トレードシナリオに入っていきます。はい、ということでですね、えー、トレードシナリオの基盤となります値動き予測の方からですね、えー、まずは解説していきたいと思います。 もう当初ですね、1250円から1400円のですねーゾーンですね、このゾーンありきで考えていきますと、上抜けした場合ですね、このゾーンを上抜けした場合につきましては、1500円から1550円たりまで伸びていくことが予想されます。ということでね、1回ね、この1500円のレジスタンスが意識されて、1500円まで伸びるものの、押し目をつけてくると思うんですよね。で、ここでですね、1400円のラインがですね、サポートとして意識されて、当時の高値を抜いてくれば、 まあ 1, 円をぶっ飛ばして1600円あたりまで、ね、伸びてくるんではないのかなというイメージを持っております。一応ですね、1400円から1300円のゾーンまで惜、えー、しみを作ってくるんではないのかなという、ね、イメージであります。でその後ですね、えー、ともし1600円まで伸びた後、まあと、1500円の、ね、ラインがしっかりサポートして、ねえー、機能してきて、当時の高値を、ね、抜くことがあれば、ああのね月足のねで見たチャートパターンから予測をすると、 まあ2000円付近もあるのかなすいませんこのね1500円のサポートラインを割った場合についてはおそらく1400円付近まで、ね、落ちてくるんではないのかなというイメージが、ね、抜けておりました。えー、続いてですね、えー、下抜けした場合のイメージについて解説をしていきます。 下抜けした場合につきましては1回で1100円ぐらいまで下落すると思うんですがその後、です1200円もしくは1250円付近までの,あのね戻りがありましてその時ですね、1250円のレジスタンスですね、ここの部分がレジスタンスとして機能すればおそらくですね1000円付近まで下落してくるのではないのかなというイメージを持っております。その後ですね、イメージ的には 1000円から1250円のも、ね、み合いになっていくのか、あるいは下への勢いが、ね、強くなった場合については、1000円の,性の、ね、サポートを割った場合につきましては、750円付近まで落ちる可能性もあるのかなと分析をしておりますでやっぱりですねちょっと気になってるのは、やっぱ信用改ざんの、ね、状況と、あのここの、ねえー、RSI ですよね、RSI の93.44っていうのはやっぱり気になりますよね。 まあ、いくらですね、今までコストコスモバイオの実績が RSI の、ねえー、が80%を取らせたら、まあ、上げていくサインになってたという、ね、ことであっても、ちょっとやっぱりね、えー、気になるところではあります。まあ、ただですね、えー、だからといって、えー、コスモバイオっていうのはですね、空売りをしづらいメーカーなんですよね。えー、というのは、まずね、 えー、この1250円のサポ,ートです、ね、サポートを抜けた場合につきましても、こので、ね、1100円付近にあります分厚い価格帯物的高のねゾーンありますので、ね、ここではですね、えー、買い方の買いと売り方の買いが、ね、ぶつかってくるので、非常に強いねサポートと機能する可能性が高いんですよね。でそうなってくると、あの狙えても1100円までと考えちゃうと、あの空売りしてもですねあまり価値がないのかなという、ね、ところなんですよね。で合わせてコストいうのはあの自家総額が あの100億円以下の、まあ、小型株なので万が一ですね、ようけ空売りが入ってしまって、その時にですね、で、勝ち上げられてしまった時はですね、あのーまあ、ずっと値動きが軽い株なので、上まで、ねえー、持ってかれてしまうという危険性があります。まあ、なのでですね、えー、空売りで入るにしても、うんと1100円割った時ですね、1100円割って、えー、1000円届いてですね、その戻りで1100円の あのラインですね、えー、これを上抜いてこないっていうのが分かった時に入るぐらいなのかなというイメージを持っております。 まあ、ということでですね、えー、流れでショートから話したんですが、まあ、ショートを打つ場合については、ロスカットがですね、えー、この1250円のレジスタンスに変わっている部分ですね、ここを終わりで抜けたときがロスカットになるのかなというイメージを持っております。で、えー、利益確定のポイントについては、このね、えー、押し安値の部分ですね、えー、900円付近と、まあまあ、1000円、900円付近、まあ、750円付近になるのかなというイメージを持っております。で、ロングを、ね、打つ場合につきましては、やっぱりですね、1回ね、えー、1500円まで届いてから、 この押し,です、ね、押し目がどこまで届くかですね、えー、これをしっかり見極めて跳ね返ったときですよね。なので狙いとしてはね、週足の高値とか日足の高値とかでもいいと思うんですがそこに逆差しで置いておいて入るのがいいのかなというね、えー、ところですね。そこで入ってからあの、まあえー、ロスカットはね、1250円を割れるだけなときが、まあ、ロスカットのかなというところですねで。目標株価が、まああのー、このあたりぐらいで、まあ、1400円ぐらいで入れれば まあ、千六百円とですね。まあ、千五百円、千六百円、二千円付近が、まあ、目標株価というかね。利益の確定ポイントになるのかなというイメージを持っております。コスモバイオの分析については以上になります。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。